さて、G7 広島サミットから間もなく1年を迎え、広島テレビは読売新聞と共同でサミットに深く関わった関係者にインタビューを行いました。今日は外務省 G7 サミット事務局として行事の調整に奔走した男性です。この G7 広島サミットを広島平和記念公園で始めて、広島平和記念公園で終わるということに私は強いこだわりを持ってたんです。岸田総理が広島で開催する意義を具現化する、一つの方法であると。広島市出身で G7 サミット事務局の副事務局長を務めた溝渕正史さんです。サミットの始まりから終わりまで全てのプログラムについて事務局の中枢として関わりました。サミットの幕開けは平和公園。しかし首脳たちによる資料館訪問は非公開でした。限られた日程である中で G7 各国首脳に自然な形で展示物だとか、資料館の中を見ていただきたかったと。もう人間としてっていうかですね、展示物やいろんなもちろん大倉恵子さんの被爆体験を聞いていただきたかった。でそこをどうしてもカメラ等入るとまたそこが難しくなるのという事情があったと思います。資料館では被爆者の小倉恵子さんが G7 首脳に英語で証言しました。小倉さんを選んだ理由については、広島平和記念公園行事の日程 もう時間も限られている。そして資料館の中の時間も限られている。その中でどうしたらその被爆体験をストレートに G7 首脳に聞いていただけるかということを考えて、結果的に小倉恵子さんが被爆体験を話されたということですね。一筋縄ではいかなかったのが首脳たちによる宮島訪問でした。一番大きなハードルはアメリカ大統領がどうやって宮島にたどり着くかということなんですよね。してアメリカ大統領というのは、自分の乗り物以外乗らないんです。バイデンアメリカ大統領以外の G6 と EU の首脳は、いわゆるシースピカで宮島に行ったんですけど、バイデン大統領はいわゆる自分の大統領専用ヘリコプターのマリンワンで宮島に行くことになった。ただそこにはどこに着陸するのかという問題があってですね、これアメリカを説得するためにはもう何度も宮島を視察して包みヶ浦自然公園を利用させてもらってですね、そこにヘリポートを作ってバイデン大統領のヘリコプターが降りられるようにした。でただそれを作ればすんなりアメリカがOK を出すかというとそうではなくて、もう何回も何回もアメリカ側と一緒に宮島を訪問して、先遣隊長とも訪問して、最後その OK が出て宮島行事が成立しました。サプライズとなったゼレンスキー大統領の対面参加。今回極秘裏に進められた準備の裏側を明かしました。当初はオンラインで参加するということだったんですけれども、ある時に聞いて、それでやっぱり極秘チーム、特別チームを組んでですね、最後はもうプリンスホテルの中でそのチームがもう極秘に毎晩、準備を始め、一番大きな問題は、我々は実は日程が分からずですね、どこの空港に降りてくるのか、でどういう飛行機で降りてくるのかという、そして何時に降りてこれるのか、そういう問題と、もう一つは当然防弾車が足りるのかとかですね、それから警護をしなきゃいけない、警護警備をしなきゃいけませんけれので、警察庁そして広島県警にもちろん情報共有をして、でどういうルートでどこに入って、そしてまた非常に大きな問題はどこに泊まるのかという話ですよね。
ですからそこはもう僕らが入ってもう1週間前ぐらいからもう本格的に詰めている。情報が錯綜したりいろんな話があっていろいろ条件とか情報が事情が変わってきたんですけども、最後もう1週間を切ってその特別チームがこの対応したっていうのがありました。3日間にわたって行われたサミット、すべての日程を終えた瞬間、肩の荷が下りたと振り返ります。広島平和記念公園で始まって広島平和記念公園で終わるという最後の岸田総理の議長国としての記者会見が終わった時ですね。その時にちょっと安堵感がありました。でもちろんまだ首脳たちが残ってますから、最後にこう彼らが空港を飛んで帰っていくまでは最終的に安堵できないんですけれどもですね、そういうところで少しずつこの達成感と安堵感がを少しだけ感じることができました、はい、無事に終えた時の安堵感分かる気がしますね。各国の首脳が安全に一箇所に集まることができたってこう今改めて考えても本当にすごいことだなって感じて、それはやっぱり裏方の皆さんというか事務局の皆さんの細かい調整本当に大変だっただろうなって思いました。そうですね、当日もだし当日までの準備も大変な苦労そして工夫があって無事のサミットだったんですね。本当ですね、頭が下がりますね、そしてここでお知らせがあります。広島テレビではサミット開催から1年となるあさっての日曜日に特別番組を放送します。G7 広島サミットから1年、被爆地で開かれたサミットは広島に何をもたらしたのか、世界にどう届いたのか、池上彰さんと考えます。また広島テレビ本社ではイベントも実施します。池上彰さんのトークショーやバイデン大統領が原爆資料館を訪れた際に書いた芳名録の実物なども展示します。入場は無料となっています。詳しくは広島テレビのホームページをご覧ください。